カードゲームのオタクです、本日はですね、私カードゲームオタク系 YouTuber シャマがですね、ちょっと服装にも気を使おうということでですね、 ZOZO タウンで、アディダス買ってきました。これ1袋2万円でなんか一瞬でね売り切れたんですよ。本当に通知が来てね一瞬で売り切れたこのアディダスのね、2万円福袋、ちょっと内容を見ていきたいと思います。これでちょっとねファッションを改善しましょう。まず1つ目ですね、はい、これあ、ちょっと見えない、あ、4500円って書いてある。あ、結構するじゃん。ちょっと待って、見てみよう。はい、まず1点目ですね、アディダスシカゴ。これ多分シカゴの街並みですかね。これ相当これ荒廃してるけどね、およそ200年後ぐらいのシカゴの街はこうなってるというアディダスの予想でしょう。はい、アディダスシカゴ、これシカゴ限定とかなのかな、もしかしたら抱擁されてるよ誰かに。これ誰が抱擁してんだ。こちらまず4500円ということで、だいたい4分の1ぐらい元が返ってきましたね。はい、続いてはこちら、なんか黒いぞ。はい、これは、あ、値段的にはでも1万円ですね。はい、ちょっととりあえず開けてみましょう。すごい文字がたくさん書いてある謎のパーカー出てきた。こんな感じですね。なんか文字これすごい文字ちょっと待って、こんなマトリックスみたいなやつやだな。これ多分一番最初になんか見つけた英単語があなたの今年のね1年ですみたいな。ちょっと探してみようか、何が出る。アディダス、アディダスぐらいしか見つかんないわ。アディダスオリジナルスだけは見つかったわ。つくだオリジナルからね、うん、なんでもないです。ちなみに後ろのデザインはもっと派手ですね。マトリックスで、これ完全に世界が。サンストリップって何、この3回ストリップするみたいなこと、ちょっとよくわかりませんが、はい貯金箱みたいな、貯金箱でしょこれ完全に人間貯金箱だよ。もう一つ T シャツ入ってた。あ、これ白 T です。はい、これ4500円ですね。白地に白でアディダスって書いてある。あ、でも可愛いんじゃないこれは。後ろのキャラが濃いぞ、後ろのキャラが濃い。なんだこれ、これ背中守るためのなんかそういう防弾ネットみたいな感じなのかな。はい、なんか待って、40年前ぐらいの体操着来たぞ。これ9990円ですね。アディダスジャパンと書いてあります。これあれでしょ、83期のC 組でしょこれ。83期生の C 組 の学校オリジナルジャージですよこれ。ポケットとかは、横ポケットがチャックだから、これあれいいな、私の家の鍵入れんのにいいな。これでじゃあランニングしてくださいということですかね。なんか待って、名前入ってる。何これ、 G マナ、マナちゃんのこれジャージ、マナちゃん女性ものでしたね。これまさかのこれ女性もの。待って、また後ろにあるぞ防弾ネットみたいな、これここで守るんだね。うん、あーでもいい、マナちゃんということで、じゃ私こっちの方がいいな、体育の先生みたいな感じでね。ほら高木ちゃんと走れって言いたいですね。もうこれで3万5000円分ぐらいいってる、3万5000円分ぐらいいってる状態で、まだあと1個だけございます。ちょっと紹介していきましょう。ちょっと待って、これ上下なのこれ、さっきのこれズボンですね。下半身にすごい文字列、うわー、はいはいはい、あ、また貯金箱ある、これ人間貯金箱されちゃうよ。横は全部チャックなんですよポケットが。うん、これポイント高いですね。後ろもチャックのポケットがついてる。へえ、あ、じゃあこれ物入れんのにいいね。ブランド with the sun テレテレテレみたいな、何を照れてるんだよこの3って、3回ストリップしたから照れてんのみたいなちょっとよくわかりませんねこれね。はい、で最後がこれですね。あ、なんか暖かそうなアイテム来たぞ。最後リアルになんか実用的なの来た。え、めっちゃ暖かい、ちょっと待って、これポイント高いぞ。はい、こちら1万3000円ですね。1万3000円のなんていうんだこれ、ダウンベストっていうのかな。うん、このマークがおしゃれだよね、もうね、青いマークね。はい、これ開けると中は色違いじゃない、真っ黒。これもちゃんとでもポケットはあれですね、チャックになってて、うん、あ、中が紐になってるんでちょっとねポケットに手突っ込んでてもあったかいみたいなね。色違い、はい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 、あ、これはいいんじゃないですか。うん、なかなかこの冬をしのげそうな感じですね。じゃあ最後まとめていきたいと思います。はい、ということでまとめです。全てでですね、アイテムとしては6点、T シャツが2個と、このジャージ上下と、このマナちゃんのジャージの上、これ多分ね、あれ流出品ですね。で最後、このベストですね、ダウンベストが、1個と、はい、いう感じで、合計でですね、5万3000円分、ものが入ってました。それプラス税金も合わせるって考えると、まあ、大体5万7000円近くのね、商品がなんと2万1600円で、手にすることができました。まあ、そう考えると2.5倍か。2.5
2.5 倍の商品が入ってるって考えると割と良かったのかなって思います。特にこのマナちゃんジャージね、これ面白いね、体育の先生みたいなね。あとこのダウンベストとかはこれ本当実用的というかね、はい。この T シャツはまあちょっと私にしては派手ですが、まあ着ましょう。でこの最後のこのマトリックスジャージ上下ね、うん、これちょっとネタとして、うん、まあ、でもかっこいいのか、かっこいいんだと思うな。私がおしゃれじゃないだけだからな。はい、まあいろいろ着ていきたいなと思いました。うん、今年の冬はね、とりあえずアディダスで乗り切りましょう。ということで本日は、ZOZO タウンさんのアディダス21,600円福袋でした。シャマでした。さよなら。これで脱オタク。